AWS ブラックベルトオンラインセミナーにようこそ本セッションでは Amazon エラスキャッシュについてソリューションアーキテクトの包みから解説させていただきますこのブラックベルトオンラインセミナーとは Amazon Web Service Japan 合同会社が提供するオンラインセミナーシリーズです AWS の技術担当者が AWS の各サービスやソリューションについてテーマごとに動画を公開しており手軽に学習いただけるシリーズの一つとなっております 内容については2023年2月時点のものをご説明しております。最新の情報は AWS 公式ウェブサイトをご確認ください。資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格と AWS 公式ウェブサイトの記載の価格に相違があった場合は、AWS 公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。では簡単に自己紹介をさせていただきます。改めまして AmazonWebServiceJapan の堤と申します。 主にデータベースについて皆様にご支援するソリューションアーキテクトとなります。好きな AWS サービスはデータベースとか、まあ、分散技術は大体好きですけれども、今回ご紹介する e l a s t i c a シ h もしくは DynamoDB あたりが好きです。本セミナーの対象者は e l a s t i c a シ h をご利用予定の方、もしくは現在ご利用中なんですけれど、だけどあの改めて学びたい方。 もしくは、エラスティキャッシュに移行予定の方といったことが対象です。こちらがアジェンダとなっております。では、Amazon エラスティキャッシュの概要というところから始めていこうと思います。AWS のデータベースサービスには、パーポーズビルドデータベースという概念があります。これは、目的に応じてデータベースを使い分けましょうという概念です。 でこれを使い分けることによってコスト効率よくシステムを構築できるというところが思想としてあります。でこれを語り始めるとこう長くなってしまうので小説は書けますけれども、一、えー、つだけ考えてみると、ここにあるこう例えすべてのワークロードに対応したオールインワンのデータベースがあったとします。でこ,れをこのデータベースは確かに考えることは減るかもしれません。ただ、この 現在、あなたのシステムに必要のないワークロードに対してもリソース、これはお金とかコンピューティングリソースを割いていることになります。そのためにシステムのワークロードに対して適切なデータベースを選択しましょうというのがパーポーズビルドデータベースの考え方です。今回はこのインメモリーの領域からエラスティキャッシュという Amazon エラスティキャッシュについてお話ししていきます。 では、インメモリに適した領域とはどこなのでしょうか。昨今こう、B2B、B2C に限らず、アプリケーションのこうモダナイゼーションが進んでいます。まあ、この下に書いたる e コマースだったりとか、もしくはオンラインゲーム、シェアリングエコノミーだったりところで、こう非常にみんな、あのー、パフォーマンスとかが良くなっている。でこれはなぜかというと、人間不便なものには戻れないからですね。 これらのモダンアプリケーションの要求は年々高くなる傾向にありますで。インメモリデータベースはこの中の特にパフォーマンスやリクエストレートに対して極めて有効なデータベースです。このパフォーマンスはメモリの高速さによっています。このメモリは SSD と比較しても少なくとも50倍、ものによっては200倍とか高速ですし、このマグネティック。 ドライブこの普通の HDD と比べると、それよりはるかに高速になります。さらに、インデックシングやディスクシークによって、予期せずパフォーマンスが劣化するようなこともありません。このメモリの速さをさまざまな形で活用するのがインメモリデータベースです。 ではここからは Amazon エラスティキャッシュの基本的な用語と概念というところまずこれから学ぶところについての下地というあたりを解説していきますこの Amazon エラスティキャッシュはフルマネージドなインメモリーデータベースです。つまり簡単に作成することができて運用の手間がかからずさらにスケーラビリティのあるインメモリーデータベースです OSS の MEMCacheD とあと Redis に対応しており、その高速なパフォーマンスや豊富なはユースケースの恩恵に預かることができます。また、セキュリティについてもエンタープライズレベルのセキュリティを確保しており、暗号化だったりとか、まあ、もしくはコンプライアンスに適合もしております。この MEMCacheD という OSS ソフトウェアの名前が出てきましたけれども、これは2003年にリリースされたインメモリデータベースです。非常にシンプルな構造をしていて、単純に文字列を入れて、オブジェクト文字列とかオブジェクトを入れて、その結果が返ってくるというキーバリュー型のストア、インメモリ上にあるキーバリュー側のストアというものになっています。このシンプルさによってマルチスレッドで動作することが可能で、非常に並列性の高い ソフトウェアとなっていますただ、これについては、永続化とかについては、あんまり気にされていないものなのであの、消えてもいいデータを基本的に載せるような使い方をします。一方、Redis というのも出てきました。これは2009年にリリースされたインメモリデータベースで、この Redis の特徴は、なんといってもこの豊富なデータ構造ですね。 ここにこう文字列とかリストとかソートセットとかいろいろ書いてありますけれどもさまざまな形のデータを扱うことができてそれを活用することによっていろんなユースケースに対応できるでなおかつインメモリなのでインプットゲットセットが非常に早いというものがこの Redis の特徴ですこの Redis 非常に人気のある開発者からも人気のある言語というかあのライブラリーソフトウェアで このレディスが使えるというのが、えーまあ、魅力の一つであったりしますで、えーと。ここで耐久性スペクトラムというのが出てきました。これは、えー、と耐久性がどのように変わっていくかというものを示したものなんですけれども、この ElasticCache4MEMCacheD というのは、えー、と基本的には永続性がない、揮発性のものになります。なので、基本的には、あの 消えててももいいいのを入れていただく形になりますで一方 REDIS は反耐久性スナップショットとか、えー、リードレプリカ非同期レプリケーションの利用によってある程度の耐久性は維持できますけれどもこう完全な耐久性を備えたものではありませんで一方これに対して、えー、完全な耐久性を備えたメモリ DB4REDIS というのも出てきています これについては、えーと、今回このセッションではお話ししませんけれども、また別の機会でお話しさせていただければと思います。で今回このセッションの後半については、この Elasticash4 Redis という部分についてご説明させていただければと思います。でこれらの OOSS における MEMCacheD とか Redis は、えーと まあ非常にセルフマネージが難しいと言われています。で、これ、なぜかっていうと、やっぱり耐久性があの完全でないデータベースって、特にさらにそれでこう複数分散して建てられるようなデータベースで、サーバーが何台もあって、サーバーのどれかどれか1台はこう、まあ、100台も運用していると1台ぐらい必ず落ちるので、サーバーのどれか落ちているみたいな。 ここととととががが考えられれるるにに、えー、運用が非常に難ししいというのが、えー、とよく言われるところでしたなので管理が難しいっていうのと同時にじゃあ常に1台落ちているような状況でエラーを出さずにどのように対応していくかまたそれを支える人であったりとか、まあ、プロセスハードウェアソフトウェアへの投資について運用コストが非常にかかるというのが、えー、とよく言われる部分ですそれに対応したのが Amazon エラスティキャッシュというところになります ここからはディープダイプというにはあの、まあ、ちょっと短いんですけれども内部のエラスティキャッシュフォーレディスの触りの部分とあのバックグラウンドにあるこのような動き方をするという部分について簡単に解説していきますで先ほど出たのは、えー、と Amazon エラスティキャッシュの特徴だったんですけれどもこのエラスティキャッシュ4レディスというものについて改めて見ていくと最も やっぱり最も重要な特徴としては Redis との互換性というものが挙げられます。この Redis の先ほど出たような豊富なデータ型とそれによるユースケース、さらにこの右上にスケーラビリティと書いてありますけれども、この Redis の機能によるレプリケーション、あとシャーディングというところによってスケーラビリティが確保されるという部分について、これがフルマネージャーで提供されるというのが、e ラスティキャッシュフォーレ d i の魅力となっています。 でここでちょっと簡単にレディスのデータ型について説明さし上げますと、でまあ、ストリング、このストリングが一番こうベーシックなユースケースですね。でさらにこうリストであったりとか、えー、セット、ソーテッドセットというのもあります。でレディスのユースケースとしてよく言われるリーダーボード、ゲームの,このランキングみたいなものは、このソーテッドセットを使って作られています。 また、ストリームズ、ストリーミングのメッセージキューとかに使われるストリームの仕組みだったりとか、あと、ジオスパーシャル、緯度経度ベースのデータ。例えばこの、この緯度経度の周り3キロにあるスポットを検索してくださいっていうようなクエリが打てたりします。あとは、ハイパーログログという,こう、ちょっとこれは面白いんですけど、確率論的にカウント、正確には、完全に正確には合わない可能性があるんですけれども、 一瞬でこの個個数が何個あるるかっていううのを出せよレディスについて考えるときに重要になるのがこのクラスターモードという概念です。でこのクラスターモードについてはまずクラスターモードディスアブルドの状態から説明していくと分かりやすいのでまずクラスターモードディスアブルドという状態を説明します。 まず、えー、クラスターモードを使わない状態というのは、この1つのプライマリーノードと、えー、0から5個のレプリカというもので、1つのこのクラスターモードというか、あのエラスティキャッシュが構成されますで。それぞれのクライアントはプライマリに書き込んで、プライマリもしくはレプリカから読み取ることが可能です。で このレプリカが1個以上ついているような場合にマルチ AZ のオプションをつければ、えー、と自動フェイルオーバーのようなことも行えますこのプライマリーが万が一ダウンしてしまった場合には、えー、とレプリカが昇格して新たなプライマリーになるようなフェイルオーバーを行うこともできますでこれがクラスターモードディスアブルですでこのクラスターモードについて例えば負荷が高くなってきてしまったので、えー スケールアップしたいという場合は、スケール、ノードタイプを変更することによってスケールアップを行います。それが垂直スケーリングです。垂直スケーリングはマルチ AZ オプションがオンで、さらにレディス5.0.5以降の場合にオンラインスケーリングを行うことができます。 でこの左側にこの3つ、先ほどちょっと出てきたのと同じようなプライマリーと2つのレプリカから構成されるエラスティキャッシュがあって、これをじゃあ2倍の負荷にこれから対応させたいという場合には、これをそれぞれ X ラージというものを 2X ラージに変えるようなスケーリングを行います。で、これが実条件を満たせばオンライン、つまりダウンタイムなく接続段がなく接続することになります。 スケーリングすることができるようになります。このように x ラー e を 2x ラ g ジのものと置き換えてでデータの移行が済んだら適切な部分で切り替えるというものが裏側で自動で行えるようになります。まあ、これこのクライアントソフトウェアでで、REDIS やっぱりオープンソースソフトウェアなのでクライアントがさまざまな クライアントライブラリが結構さまざまなものがあって、このクライアントライブラリの使用にもよってくるんですけれども、この垂直スケーリングがダウンタイムなしに行えるというのは、このマネージドサービスの非常に重要な特徴かなと思われます。で、今までのがクラスターモードディサーブルドの場合でした。で、クラスターモードをイネーブルドをすると、これをシャーディングすることになります。 なので、1つのプライマリーに2つのレプリカといったものが、このシャーディングする分出てくる。でこれによってデータを分けて、えー、さらにこれのこの合計濃度数は500まであの収容可能なので、これをスケールアウトさせていくというのができるようになるのが、クラスターモードイネーブルドです。 でクラスターモードをイネーブルにすると、スケールアップダウンだけではなくて、シャーディングすることによって、スケールインアウトすることができるようになります。それが水平スケーリングと呼ばれるものです。でクラスターモードイネーブルのレディスにおいて、バージョン3.2.10以降でオンラインスケーリングを行うことが、オンラインの水平スケーリングを行うことができます。 また、クラスターモードイネーブルドの場合は同条件でオンライン垂直スケーリングも行うことができます。ここでは、オンラインスケーリングをどのように行うかについて模式的に説明してあります。ここでは、シャード。それぞれあの、プライマリーとレプリカを一体つ、プライマリー一つとレプリカ二つで含んだシャードが今、現在3つ立っています。で、これを2倍のワークロードに対応させたいときに、先ほどは スケールアップをさせて切り替えました。で水平スケーリングはこのシャードをリシャーディングしてスプリットして負荷に対応させるのでこのシャードを2つさらに2倍用意します。4 5でそれぞれの担当するシャードにあるそれぞれのスロットと呼ばれるんですけれどもスロットをこの新しくできたシャードに分担することによって スケールアウトを可能にしますで。逆にスケールインというのも可能,に可能ですとで。もうこのワークロードが2倍、例えば広告を打っている期間が終わったとかいう場合にスケールインを行うことも可能で、この,じゃあこのシャードが6個あるところをシャードを3個に減らそうといった場合は、このようにスロットを元の位置、元の3つの中に戻して、 完全に戻ったら、このシャードをを消すす。といいう動作を行いますもしこれで万が一スケールインに失敗してシャードが残ったとしてもそのシャードはオンラインのまま維持されるので仮に例えばネットワーク的な要因だったりとかこれあのたまに起こるんですけれども、えー、とこれはシャード内に大きなアイテム具体的にはこうシリアライズして た状態で256メガを超えるような非常に大きなアイテムが含まれる場合は、えー、とリシャード先のリソースへのインパクトを避けるためにスケールインされないという仕様があったりしますなので非常に大きなあのアイテムが1箇所にできてしまったみたいな場合は、えー、とスケールインがしきれない場合もあるんですけどそういった場合であってもオンラインのまま、えー、維持することができますで基礎的なエラスティキャッシュの 概念についてご説明しましまた。ここからはユースケースどのように使うかというのとあとそれに対するリファレンスアーキテクチャを簡単に見ていこうと思いますまずインメモリといえばキャッシュという方もいらっしゃると思いますまずキャッシングの概念について改めて確認しておきましょうまず例えばこれはあのサンプルのアーキテクチャなんですけれどもある EC2 のアプリケーションが RDS に 読みみ取り書き込みを行っていますで最初のうちはあのワークロードが少ないので何も、えっと、順調に運用しているのですけれどもこれがだんだんサービスの人気が出てきて非常に読み取り書き込みが増えてきたという時に RDS やはり RDSSKL を使えるというところもあって高級なデータベースなのでここはだんだん負荷が高くなってきます。でそれに対して同じものを もうこ,れこれキャッシュヒットと言うんですけれども同じものを返すことによってうまく負荷分散ができる部分についてエラスティキャッシュに置こうというのがキャッシュの概念ですこれによってクエリの応答時間を改善したりとかサービス間の負荷を軽減でその負荷を軽減した余裕によってさらに新しいワークロードを可能にするといったところが出てきますでこのキャッシュ キャッシングなのですけれども、えー、特に RDS に限ったところではなくて、さまざまなものの前にキャッシュレイヤーを置いてキャッシュすることができます。これは例えば S3 のようなオブジェクトストレージだったりとか、もしくは API ゲートウェイで他のサービスを見るようなことも考えられます。もしくは REDSHIFT の、えー、極めて大きな分析結果みたいなところをキャッシュしておいて、高速に クライアントから読み取れるようにしておくみたいなところもよくあるユースケースの一つです。で、このキャッシュについてなんですけど、おおよそ2パターンあの、これ完全に2パターンを分けるわけではなくて、こうミックスされたものとかも存在するのですけれども、およそ2パターン、レイジーローディングというものと、あともう1つが出てきます。ここではちょっと2パターン簡単に解説します。まず、レイジーローディングなんですけれども、 キャッシュからあるデータについて問い合わせが来た場合、まずキャッシュから読み込んでなかった場合、ソースデータベースから読み込むという動作をします。で、ソースデータベースから読み込んだものをキャッシュに置いておく。で、しばらくの間キャッシュに置いておくことによって、そのキャッシュの中のデータが生きている間は、ソースデータベースへの問い合わせを行わないようにできるというのがレイジーローディングです。 でこれ非常に効率的なアーキテクチャでキャッシュ不要なものは一度読んだものしかキャッシュしないのでこのキャッシュ必要不必要なものをあらかじめキャッシュしておくようなことはありませんしキャッシュを再投入することも可能ですとただ一方先ほどある時間の分キャッシュを取っておくみたいな話が出てきたと思いますけれどもこのデータの新鮮さというものが こののキャッシュの新しさについてて関わってきます例えばここで30秒間エラスティキャッシュをレースにキャッシュするとなった場合そのキャッシュした直後に RDS にデータが新しく入ってきてじゃあデータを書き換えましたというところがあっても30秒間は古いデータを読む読んでしまうという状態が残る可能性がありますでもう一つがライトスルーと呼ばれる キャッシュの方法です。これはまずソースに書き込みます。ソースデータベースに書き込んで、そのソースデータベースがトリガー、何らかの CDC であったりとか、ダイナム DB だったらダイナム DB ストリームのような、トリガーすることによって、それをエラスティキャッシュに書いておくというものです。でこれはデータベースに書き込まれたものが全てキャッシュされるので、 まあ、キャッシュがないというところがないと。なおかつ、こうデータが新しく入ったものについては常にキャッシュが更新されるので、データが古くなることはありません。で、さらに、えー、このライトスルーがよく使われるというか、あの有効な戦略であるというところの長所として、まあ、書き込みの要件、書き込みレイテンシーの要件というのは、えー、と読み取りより低い、要するに、えー、要件が緩いという場合があります。 で書き込みだったら 500ms は、ま、待てるけど、読み込みは 10ms、もしくはもっと早くで終わらないといけないみたいな、えー、アプリケーション、要件っていうのは結構たくさんあると思うんですけれども、そういったところに対応するのがライトスルーとなります。一方、これもプロスコンスというか短所があって、これは投機的処理なので、えー、必要がなさそうであっても、えー、基本的にはデータベースに入れたものを全てキャッシュしておくという戦略になります。 なので、データ量が多くなってしまったりとか、使わないキャッシュみたいなところが非常に多くなるというものがありますで。このライトスルーはああ CDC がないパターンというのもあって、CDC はチェンジ t a タキャプチャーですね。まあ、例えば RDS に書き込んで、アプリケーション側で同時にエラスキャッシュに書き込むというパターンもあります。でこれもプロスコンス同じですね。 なんで、このライトスルート、レイジーローディングというのがキャッシュの基本的なパターンとなります。でここではキャッシュについてあの、まあ、簡単に解説したんですけれども、この Redis、このユースケースというのがたくさん、非常にたくさんありまして、ね、えーとまあ、このキャッシュだけじゃなくて、えー、とよく使われるのがこのセッションストアだったりとか、真ん中にリーダーボード。 あとは、えー、とレディスのデータ型を活用したこう地理空間情報、ジオスパーシャルなデータであったりとか、あと、タブサブ、もしくはあのストリーミング、ストリームズっていう仕組みがあるので、チャットアプリだったりメッセージュー、もしくは高速な読み書きを利用しての機械学習のようなこう、さまざまな、本当にさまざまなユースケースがあります。 ここではちょっと全部上げて詳細に解説する時間がないので、いくつかのものだけをサンプルとしてリファレンスアーキテクチャをお見せします。1つは Redis の Redis というか、これは MEMCacheD でも良いのですけれども、インメモリーデータベースにおける活用の方法として一番多く挙げられるのがセッションストアです。でこのセッションストアは何が嬉しいかというと、まあ、このそれぞれの ロードバランサーの下についているアプリケーションサーバーもしくはウェブサーバーにユーザーがログインしている場合にセッションを一箇所でまとめて管理しようとで。これによってこのロードバランサーによってサーバーがスケーリングしたとしても例えばなくなったあの 今スケ,ールスケールインしてしまって、えー、いなくなった EC2 のサーバー上のユーザーが勝手にログアウトされるようなことがないと。でこれによって、えーまあ、EC2 が Web サーバーとかアプリケーションサーバーの、えー、とスケーリングが可能になるというのが、まあ、セッションストアの基礎的な使い方です。でもう一つはメッセージ Q のような使われ方をするケースがあります。でこれは コンプリヘンドがあるのはセンチメント分析かな。えー、となるべくあの早くこう分析をかけていきたいっていう時にこのメッセージ級としてこの一番真ん中にエラスティキャッショーレディスがあるのですけれども2つのサービスをつなぐものとしてキューイングとしてレースが使われています。でこれによってこうインジェクションツールっていうのが左側にありますけれどもそのツール図から来たデータについて一つ一つコンプリヘンドを もしくは、えー、他のダイナムデータベースに入れる、入れて分析を行っていくっていうことが、ソニ、ー、なるべくソニ、ー、システム間をソニー結合することができるようになります。であと、ストリーム処理。えっ、ー、と、これは IoT デバイスか,のデータかなんなえっ、ー、と、データをニアリアルタイムに処理していくようなアーキテクチャであっても、えー、エラスティカショーレースが使えることがあります。 この Redis スの Streams スというデータ型は入れたデータに対してサブスクライブしているものについてはどんどん流れてくるというものがプッシュ型で配信できるのでそこを使ってじゃあ IoT からのデータを集約してじゃあニアリアルタイムで流していこうというところがラスティキャッシュを Redis で行えるようになります。あともう一つは地理空間クエリー ねえー、これはモバイルデバイスかなモバイルアプリケーションから今井戸経度どこにいるのでじゃあ近くの人を呼び出そうとか、まあ、もしくは、えー、配車アプリだったら近くのタクシーを呼び出そうみたいなところが、えー、エラステキャッシュのこのジオスパーシャルのデータ型で実現していますなのでこのジオベースドクエリジオベースドクエリって結構負荷が高い処理であったりとかまあ どのように分割していくのかみたいなところは難しい処理であ自,自力で書くとしたら結構難しい処理であったりするので、この部分について Redis を使いたいっていうケースがあったりします。ちょっと掛け足で簡単に話してしまったんですけども、以上がリファレンスアーキテクチャというスケースになります。 でえー、大まかなところ、まあ、大体のエラスティキャッシュの概念と、えー、どのように使われるかについてはお話したのですけれども、ここからはあの覚えておいていただきたい機能と、えー、最近ついた新機能、あの昔から使っている方だったらこう、もしかしたら知らないかもしれないという機能について、えー、と簡単にご紹介します。まずは、えー、とオートスケーリングですね。 このオートスケーリング、えー、うまく使えばコストに非常に寄与する機能となっております。特にクラスターモードイネーブルの時にシャードを増減させる、もしくはクラスターモードどちらであってもレプリカを自動で増減させることによって、これによって、えー、負荷に対応したサイズのクラスター、エラステキャッシュを維持するというところが可能になります。 でこれ、基本的にはまあクラウドウォッチメトリクスを使ってスケールイン、スケールアウト、もしくはスケールアップ、スケールダウンするというところになるので、えっと、ものすごい極めて高い速攻性があるわけではないです。なので、ある程度予測可能なワークロード、まあ、広告を打つからこの時に上がるだろうとか、まあ、もしくはえっとこのシステムは夕方にあの負荷が増えるので、それに合わせて増減させてほしいという部分について対応するものになります。 でコストに寄与するもう一つはデータ階層化データテアリングの機能が出てきました。でこれ R6GD という、えー、と特別なタイプが出ているのですけれどもこれはデータセットが非常に大きくてあのでデータセットにアクセスするのはまあ大体3 2 0ぐらいの,あのところです。データ自体が大きくてデータのアクセス自体は結構少ないというワークロードに適したものになっています。 でえーまあ、最大値、これ、自動的な計算ではあるのですけれども、えー、とフルキャパシティを利用したときに60%以上節約することができるという試算も出すことができます。でこれ、何をしているかというと、ラ、え、ム、ー、と,と SSD が同時にあって、えー、使わないデータについては SSD に対比させています。なので、えー、この データセットで使わなそうなものについては、えーまあ、LRU であの SSD に対して、それによってある程度のこうメモリサイズというかあの、ストレージサイズを確保しているというものになります。で、これ、何がいいかというと、レディスそのままあの、透過的に使えるというのが非常にいいところです。 なので、今まで Redis 使っていたところ、エラステキャ c i レディ o r e d i s 使っていたところを、そのまま R6GD に置き換えることによって、非常にメモリーというかデータセットの量を増やすことができます。で、ここからが新機能なのですけれども、SLA が49となりました。ただ、これあの、マルチ AZ オプションが必須ですし、Redis6.2 以降の限定があるのですけれども、 こういった SLA がナンパーないと,、えー、と、やっぱりシステムだと採用しにくいというお声があるお客様については、えー、と非常に喜ばれる機能かなと思います。また、これ非常に大きいのですけれども、えー、Redis7 をサポートするようにもなりました。でここにとつらつらと書いてあるんですけれども、r e ィ i s f u n c t i o n s の対応とか、あと ACL のインプルメントとかがあるのですけれども、えー、と大きなこの下の3つですね、シェアードパブサムに対応しましたっていうのと、 クラスターの既存クラスター、今動いているクラスターの暗号化を有効化できるようになりましたというのと、あと i o m ル r t i p l e x i n g という機能がつきました。これそれぞれについてちょっと解説していきます。転送中の暗号化を有効化というのは、今まで暗号化を有効化する際には、一旦クラスターを作らない、作り直さないと。 まあこれが変えることができなかったんですね。ただ、えー、と今回、この機能によって、この転送中の暗号化モードというのは優先というのが出てきました。優先の間、えー、両方の暗号化されてないクライアント接続であっても、暗号化されてるクライアントの接続であっても、両方接続が許可されるようになったので、でその間にクライアントを切り替える、クライアント側の設定を切り替えて、 でえー、クライアント側の設定が切り替え終わったら、えー、クラスターの設定を暗号化のみ、暗号化されてないと接続できませんよというモードに変えることによって、段階的に、えー、既存クラスターの、えー、暗号、転送中暗号化を有効化できるようになりました。でもう一つ、IO マルチプレクシングという機能がつきました。でこれ、Redis7 以降だけなんですけれども、えー このクライアント、特にこの多数のクライアントからの接続っていう部分について、えー、非常に最適化が進みました。リリ、えースのボトルネックになりがちな部分の一つとしてこの複数の本当に非常に多いクライアントからの接続っていうところがボトルネックになることが、えーまあ、ユースケースとしてたまにあります。なのでそれに対して、えー、非常に有効なバージョンアップがされました。でさらにこの パーフ99のレイテンシーも非常に遅くなった場合のレイテンシーも低減されました。なので、ここら辺が非常に大きなあのレディス7での改善点ですね。で、これは EOL なんですけれども、このレディス 2.x が1月13日 EOL、もうこれは過ぎてますけれども、この 3.x も7月末で EOL を迎えますと。 でドキュメント上は Redis6.2 よりハイヤーでアップグレードしてくれと書いてあるんですけれどもこの、まあ、今 Redis7 でのこうマルチプレクシングとかさまざまな機能が徐々、えー、についておりますので可能だったら Redis7 もお答えをいただければなと思いますで最後移行戦略ですねこのセルフマネージドとか もしくは ONEC2 で今運用されているお客様がどのように移行するかというのを簡単なパスをついて説明させていただきます。でまずオンライン移行ツールというのがあります。これ結構限定された状況でしか使えないんですけれども、使えるんだったら非常に便利なものですで、えー。クラスターモードディスアブルドの ONEC2 の REDIS からクラスターモードディスアブルドの エラステキャッシュにに移行すする時に使えますでこれマネジメントコーソル上からポチポチやるとあの、まあ、ネットワークスの疎通があればすぐに移行中ですっていう形になる非常に便利な機能なんですけれども、まあ、データをリアルタイムで複製して、えー、どっかのタイミングでクライアントの宛先を開催すればエラステキャッシュ h 4 r e d の方に移行することが可能になります。 なので、これが AWS がマネージをするオンライン移行ツールというところになります。でこの移行戦略の一つとして、バックアップから復元しましょうっていうのが一つのオプションになります。でこのセルフマネージドの場合だったら BG セーブとかで RTB ファイルを作っていただいて、それを S3 にアップロードしていただくと、そこをシードにクラスターを作ることができます。 でこれによって、まあ、RDB ファイルを返してしまうので、ダウンタイムが取れる、メンテナンスタイムが取れるんだったら、えー、とこのような形式での移行を推奨しています。でこの,の RDB ファイルからの復元については、えー、といくつかのオプションを変えることもできます。クラスターモード無効からクラスターモード有効に変更することだったりとか、シャード数を変える、もしくはノードタイプの変更も同時に行うことができます。 でなおかつ、この、まあ、動かして RDB ファイルを取ったものに戻すというのをメンテナンス中だったら可能なので、まあ、あの手堅い手段かなと思われます。で、これ、あの同様にエラ、他の e l a s t i c a ォ h レ r ィ d i s 別アカウントのとか、あの他の Elasticash4Radis からであっても RDB ファイルを介してバックアップ復元を行うことができます。で、ここまでの、あの、 まあ、あのコンソール上の移行ツールも使えないし RDB ファイルでのメンテナンスタイムをこう代表に取ることも難しいという場合は、えー、OSS のレプリケーションツールというのがありますで。それを使って移行していただくことを、えー、もオプションに入ってくると思われます。なのでこれはあの左側ソースデータベースは レディスさえ話せれば何でも良いのですけれども、エラスティキャッシュオーレディスだったり、セルフマイズのレディスだったり、もしくはネットワークがつながるのだったら、オンプレミスのレディスだったり、そこからスキャンして、コードクして、それをエラスティキャッシュオーレディスに書き込むというところで移行をする。で、ある程度のタイミングでメンテナンスタイムを一瞬だけ設けて、クライアント側の圧先を切り替えるというところで、こうダウンタイムを最小限に抑えて移行するということが可能になります。 ただ、この、あの、移行ツール、こうオンラインで、こう、常にデプリケーションするようなところを実現しようとしているのですけれども、これの、ちゃんと移行できてるかどうかは、あの、お客様自身で確認していただく必要があるので、こちらが、あの、じゃあ、これがど、ちゃんと移行できてるのかみたいなチェックが必要になるっていう点で、多少煩雑かなと思います。ダウンタイムが取れるんだったら、えー、RDB を推奨しますね。 でえー、ともう一つ最後、これは、えーとまあ、特殊というか DMS を使うこともできます。ただ、この DMS ソースとして、えー、とレディ i スは指定できないで。ターゲットとしては指定できるんですけれども、えー、ソースとしてはレディスが指定できないので、別のデータベースからレディスに移行する際は DMS をご利用いただけます。なので、一種の,の間のマイグレーションについて、 高検討の場合は DMS も一つの選択肢になりうるかなと思います。で最後ですで。まとめとしては、えー、モダンアプリケーションとして、えーと、レイデンシアスループトに対する要求が高くなってきております。でエラスティキャッシュは AWS が提供するフルマネージドのインメモリーデータベースで、 レディスとメムキャッシュ D 両方に対応していて、このインメモリーデータベースの速さ、パワフルさを利用できると同時に、フルマネージドがゆえの運用コストの低減をもたらします。でエラスティケッションレディスは非常に豊富なデータ型と高いスピードによって様々なユースケースにマッチします。でこれによってデータモザナイゼーションを加速しましょう。がまとめとなります。はい。えー 本資料に関するお問い合わせやご感想があれば、ぜひお寄せください。また、AWS ではその他、ウェビナーやハンズオンコンテンツ、個別相談会も開催しております。こういったところを活用いただけるのが AWS のメリットの一つだと思われるので、ぜひご活用ください。以上となります。本日はご視聴いただきありがとうございました。